ございます、ブラッドピットです。おはようございます、ブラッドピットさん。おはようございます。第一声、いや、おはようございますって、あ、第一声やってクイズって言われた瞬間に、おはようございます。霞が関と聞いて、そう、霞が裏、私もなんか昨日一人言で、自分で一人言言ってる時間違えたけど、霞が裏。うる病は、あれ、今日の、今日だっけ、おはようございます。今日の何時かだったっけ。おはよう、ここ電波いいな。うん、島田さんは1、2分は映ってたかな、1分はな、1分ぐらいかな。でこれ録音スタートしていて、でさっき音の同期もしたんで、これで OK かな。で、えっとですね、こう、いただきました。今私の後ろに一つの方がいらっしゃいます。60秒、これそう、宿泊、あ、Z さんは昨日帰られました。今ここ消えた、ちょっと待ってください。今ここずっと出してなかったっけ、今日朝から出してない、全く出してない。で、こう、これをこう手で、あれ GoPro まとめてこうやって隠して、これでいいかな。で、お名前はどう呼びすれば、ないですか。でも、モリアから、あ、いや、あ、いかん、場所行ってしまった。まあ、ここ近くから来られた方です。よし。え、ありがとうございます。じゃあ、そう、顔は今、映せないので。おはようございます。よいしょ。よし。止まらないさん、すいません。よいしょ。車のナンバーとかも、遠くからだったらわかんない。じゃあ、ありがとうございました。あ、記念写真、そうだ。顔映してなかったの、そういえば、私の個人で、忘れないために。かな、次やったら忘れてる、きっと。一つの方でした。で、ちょっと私もですね、ギリギリまでさっきホテルの中でトイレ借りてて、で出てきたところでお会いしたんですよ。あ、昨日のつくばす、つくばだからつくばすかよ、3回目のツッコミですけどね。ね、今差し入れいただきまして、ポカリスエット、ミニストップが好きっていう設定はですね、もともと、あ、そうだった。そうだ、このバンドがなくなったんで、これ、閉まらないんだった。忘れてた。絶対これなくなるだろうなと思ったら、そう、止まらないと言いつつ、昨日止まらないとタイトルに明言しておきながら、しっかり止まりました。ミニストップは評価がうまいんですよね。うん、やっぱ輪ゴムですかね。で、これが今日の補給食です。ボトルケージはですね、山陰に行くときだったっけ、つい最近なんですけど、柿の種が、でも昨日3分の1ぐらい食ってしまいましたよ、ついつい、いや、半分近いな、ハロハロ、そうそう、じゃあちょっと輪ゴムでこれ締めときますか、ちょっと待ってください、ね、もともとついてたあれは、やっぱり、あ、延長、あ、そうだ、よし、これでバッチリ、柿の種貯蔵。おし、てか、輪ゴムの方が具合いいな、これ。弾力性がないと、ちょっと緩んだだけで、このバンドが外れてしまうんで。で、そう、止まるのっていう質問が多いので。で、ドーム料園長、オン。ありがとうございます。あそこ、美味しかったですね。柿が、そう、柿の芽が生えますね。あ、自動フォーカスのままだった。まあいいや。朝ごはんをじゃあ、ちょっと、さっきツイッターでも書いたんですけど、ちょっと暗くて見づらいかな。髪止め？これ。で、ピントこっちに合ってるかな。今日何時頃？雨が降る前には、なので16時、17時にはもう終わりたいですね。3500円朝食付きでこれですよ。朝ごはんが予想外にちゃんとしてたんでびっくりした。ちゃんとしてたって失礼な言い方ですけど、予想外でした。
海苔がないな。それで500円か。あ、そういうの海苔がなかったな。納豆もなかったな。まともすぎる。でもすごくまともな朝ごはんでちょっとびっくりしたんですよ。秋葉は安い。秋葉？あ、そういえば秋葉原に昨日 TX で秋葉原を経由して帰るってつもりだったんですけど、つくばエクスプレス結局乗らずじまいだな、これで。あ、自転車はですね、この中、従業員バックヤードってわけじゃないんですけど、この中の廊下に置かさせてもらってました。腰置いていいですよって言われて。あと部屋ももともと、あ、清田さんおはようございます。もともと喫煙部屋だったの禁煙にもしてもらったし、えらくよくしてもらってしまったな。帰りはですね、イタコとかさくらのあたりから。プリキュア、天気はさすがに予報通り曇ってますね。まあでもちょっと日は照ったりしてて、雨の気配まだないです。青森のイタコか。青森のイタコ、それカタカナのあのイタコだろう。で、この辺りは昨日夜夜景配信ってほとんど映んなかったですけど、やっぱり上から見ると新興住宅地ですね。ほら、そことか。沖縄押しすぎ。あと、あなたのコメントはちょっと苦手です。ん、何乗り損ねた。牛久大仏はどこだっけな。うん、散歩さん。なのに特定数なし。牛久大仏は牛久じゃね。うん、牛久大仏は牛久なんですけど、私は上総牛久の牛久と勘違いしてた。で、それを訂正されたことも忘れてたっていうのを昨日言われましたね。彦さんですか、九州の彦さんは。前へ登ったらですね、すんごい凍結してて、自転車を押しても滑るぐらいの状態で、なんとかそれ突破して、で、メイプル矢場サイクルラインっていうのを下って、なんだっけ、あそこ宇佐じゃなくてなんとかっていうところまで、中津駅か、中津駅まで降りて、実家、福岡の実家に帰りました。福岡の実家起点で正月あたりに行ったんですけどね。で、だご汁も食ったな、そこで。昼飯どこで食うのよ。昼飯はまあ霞ヶ浦で魚でも釣ってりゃいいんじゃないですかね。いや、なんかすごい適当なこと言ったけど、今日はもう市街地はないか。でもまあ平地で、多分なんかあるだろうから。オレゴンですか。オレゴンは私が一つ前に使ってた、最近まで使ってたやつで。霞ヶ浦のブラックバスってのがあるんですか。花火も。あ、そうだ、出発するときもホテルの写真も撮っとかないとな。あれが今日泊まってたってさっきも映したけど、こっちから見ると白いな。ホテル東高さんです。ダコタは確かオレゴンよりもどうだったんだっけ、見た目同じに見えるんですけどね、なんか違いましたよね。で、今日は一旦これ北上してから東に向かって、で、昨日通った筑波大学の中通って、で、リンリンロードの、昨日離脱したあたりよりちょっと南あたりに出ます。あー、走ると涼しい。自動は昨日いっぱいいました。お、つくばの人。昨日ツイートしたんですけど、私がツーリングマップル、スキャンして iPhone に入れてきたツーリングマップル見たら、そもそもつくばの TX、つくばエクスプレスが乗ってなかった。覚えてました。はっきり覚えてました。ただ名前が曖昧でしたけど。ゆかれん、ゆかれん。食い放題。Z さんは昨日60キロ自走して帰ったんですかね。フル。しまった。これもうちょっとショートカットできるんだった。昨夜は自動と合コンしたの？桜じゃない、昨夜はお楽しみでしたね。お、ボクシングジムがある、こんなところに。そう、Z さんは昨日私と一緒に走ってた距離よりも長い距離走って帰ってます。ここからちょっと東側に入るか。お、おはようございます。ナックさん、おはようございます。自走でお家まで帰るの？自走でお家まで帰りません。 Z さんの見送りはよ。この辺りを回ってから帰ります。この辺りって霞ヶ浦の方を回って、 Z
尻が。ああ。そうそう、距離というか、乗ってる時間ですかね、お尻は。を考えると、ある意味強いとも言える。つくばって美味しい食べ物あるの？つくば、インド料理店のカレーが美味しかったが。あれは名物じゃないな。で今日も左じゃない、東風だ。地にはですね、自転車原因でなることはないんですけど、ごく稀になることはありますね。多分あれ地だと思うんだけど。ロボさん、おはようございます。あ、おはようございます。頸椎の歪みが原因だよ。頸椎もなんとか脱皮とか言ってる？脱皮とか、いや聞いてない。雨降る？雨は降っちゃ困るので降りません。これどこ、ああそっか、これ途中はなんか工場みたいなのがあるから、ちょっと待ってください。サイバー攻撃のあった霞ヶ浦河川事務所も寄ってみよう。河川事務所、体感的に放射能汚染あるか？体感的に、そんなガイガーカウンターみたいな人間いるかもしれないな。そう、ガーミン、ガーミン社のナビです。あ、おはようございます。トイレ真っ赤、いやそこまでなったことないな。ん？不機嫌、あ、ですかね。そう聞こえるだろうか。こっから東に入れるかなって言っても、真東に向かったら工場に阻まれるので、結局北側に行かなきゃダメだな。羽野さん、あ、今日は2日目だから羽野さんが出る可能性あり。おお、競馬巡り、いや特に今日は霞ヶ浦巡りです。やっぱ iPhone あってもガーミンあった方がいいかな。 iPhone、 電波があるとこだったら iPhone プラスモバイルブースターとかの外部電源で十分だと思います。山の中とか入るんだったらガーミンがあった方が安心ですけどね。これ行くと野菜ですか。やっぱダメだな。どうしても北側の道出なきゃダメだ。肌は洗われてほしいべ。肌洗う？ああ大丈夫です。っていうか自分で、基本的にナビ、私はナビ使ったことはないんですよ。予定ルートを GPS に入れて、あ、おはようございます。で、その、自分の今いる場所とルートを比べながら、適当に裏道とか走ったりしてます。あと、今、イートレックス、あれ、エゴ版だったら2万5000円ぐらいのはずなんで、オレゴンとかダコタもっと安いんでしたっけ？うん。で、行方バーガー、なんだっけ、なめなんとかっていう地名でしたっけ？行くという字が入った。なんとか言ったの、満腹来福か、かむきし、なめ方、きしかむ、かきむし、かきむしか、かきむし満腹来福って書いてあるけど意味がわからない。いや、あそこにはなんか床屋の赤白の渦巻きのぐるぐる回るやつ、渦巻きじゃないや、螺旋状の回るやつ。なんでしょうね、このカキムシって。舐め方ですかね。カキじゃない、カ。カジムシ？わからん。あとは、カキ。ウシュレット、ああ、そう、ウシュレット痛いぐらいには なることあるな。昨夜、島田さんが出ていましたね。知ってますよ。そのために泊まったようなもんですよ、私は。あ、3割ぐらいは。カジムシかな、なんだろうな。満腹来福。なんだろう。美味しそうも何も絵が出てないじゃないですか。満腹来福の、のぼりがあんなに立ってんだけど、意味がわからない。あ、これは、これはコインランドリーになったやつかな。あ、違う、
あ、学園スタジオだから、あ、スタジオだ。子供たちってか、多分なんだろう、踊り子育成スクールみたいなんだった今の。セブンアート市が踊り子じゃないけど、ダンサー育成スクールになってる。しかもダンスって言っても、あの社交の方じゃなくて、あのスニーカー履いてダブダブの服着る、あのタイプ。我々ダンサーと言ってください。ダンサー。ダフ&キッド、踊り子さん、進めないでください。ロゴさんと同じ。子供たちばかりだったな。24時間朝からよく練習してますね、あれ。あ、そうそう、なんかファンキーとかそういう言葉が感じ、そうそう、ファンキー太郎な感じです。あのファンキー太郎っていうのはスタークルーザーっていう古いゲームの、あのごく一部に出てくるキャラなんですけどね、一箇所だけで出てくる。一体何に通じるんだこういうネタは。申し訳ないです。ラーメン太郎。ファルコム、私はファルコムよりも今のアルシスソフトの出発しました。まあこの道は太いですから、うん、日本舞踊、うん、そう、確かになんかあのダンスやるというか、イベントとかで、この間も鶴見川でやってたけど、なんかダンスやる人のイメージを私はこうあれ、こうだっけこうこのポーズが何を意味するのか知らんが、こう茨城ってヤンキーを言うな、茨城、あれ茨どっちだっけ、あらほうでよう、そう、なんかような感じなんだけど、あのようがどういうニュアンスで言ってるのか今一つ分かってない。なんだろう、あのどんまい的な、あ、ダンス、アフリカンドラムのあのダンスですね。茨城でいいんですよね、木で。毎回自信なくなる。茨城、木、後頭部、え、ああ、あのポーズか。木ですね、木ですね。全員で騙そうとしてたらどうしようか。あとこれの北側になんか丸い、これ北側にある地形は何だろう。スマホの固定は、今はスマホつけてなくて GPS ですけど、スマホつけるときには美濃浦のスマホホルダーみたいなやつを使ってます、あのつけるときには。で間にゴム板挟んで、あ、自動車コースか、あの北側にあるやつは。こっから今すぐそっち側にあるやつ、え、土木研究所か、車じゃないのか。あとこのうわ広いな、この右側の敷地。授業に、え、本当に。でちょっとあの向こうの歩道広いんで、向こうに移ってから、ん、今はっていうのは配信かな。この配信はウエストバッグに入れた小さいノート PC で、やってます。てか5分ってだけでもう本当に貴様らは。この敷地はなんか今作ろうとしてるんですかね。工場になるのか団地になるのか。団地になるんだったらそういう看板が立ってそうだな。広い。パイロン。小稲県、あの、筑波大のあん中のあれですかね。粒子加速器。すみません、ちょっと言い過ぎましたが。カメラ、そう、カメラヘルメットに固定です。そのあたりの実際にどうくっついてるかは、あの、ま、この枠の説明文の一番最後の URL の先に写真入りで解説してます。よろしければぜひ。失礼、すみません。あなた方、あなた方。筑波に再入学。筑波は霞が関を買い占めるの？ん？筑波。
やっぱりずっと東風だな。東向き。貴様で。貴様ってもともと軍隊の中で、軍隊の中でなんだっけ、上官とか軍曹とかが兵隊、兵士を呼ぶときに、天皇陛下の兵士であるから、尊称をつけなきゃいけないんだけど、まあ、下のものなので、で、丁寧だけども下のものを言う言葉として貴様っていう、みたいですね。ということらしいのどっかで読んだことが、こっちにやつって舐めとるのか、舐めていらっしゃるのですか。本当はその他のことも丁寧語しなきゃいけないと思うんだけどな。で、言ってることは思いっきり見下してるっていう。親しい仲間に。で、ちょっとこれまっすぐ行って、まっすぐ行って、リスナーを信用、いや、してない。反応を。失敗、人からげ。一色たって意味ですね。これはどうしようかな。とりあえず、この、こっち側の沿いに、これ沿いに行くか。住宅地。よいしょ。そう。今日も筑波大学。さま、ん？さま、聞いたい。あ、お前さま。断言されました。わら。してない。大学には美味しい。あ、信用ですか。してません。美穂トレーニング行って馬の運気踏んでください。美穂トレーニング。なんかその馬術教習所みたいなのあるのかな。仮面とか。あ、十羽一からげの唐揚げだったのか今のは。わからなかった、その唐揚げっていう。単に思ったことを言っただけかと思った。右利きです。あ、そうか、雨来てるか。早めに雨になるんだったらやばいな。今日途中脱出、線路、輪行で脱出できるとこあったかな。この道は、なんか、作り直してる感じですね。霞ヶ浦の東側って、鉄道あったっけ？うん。あ、競走馬の。なるほど。上、うなぎが取れるんですか、こっちの方。うなぎといったら浜松しかイメージがないな。あ、じっとりさん、おはようございます。どうだろう、取り道に、あ、お、ヨーグルト。道作り直してますね。うん、拙者。イタコやっぱそうですかね。だとしたら途中で雨降ったらやばい。あ、玉造りの橋渡ります。あの道の駅あるとこですよね。あそこ実は野宿候補として検討もしてた。南側、そうですね。今日実はあんまり眠れてないんですよ。なぜか4時ぐらいに目が覚めて。ん？あいつの？自転車のタイヤ細いと抵抗が軽くなるはずだけども、砂利道とか走りづらくなりますね。悪魔の体重です。666。左、あ、国土地理院がある。乗ってないな。そう、なんでか今日目が覚めて、国土地理院止まった。原発の冷却装置が停止したから起きたんですね。トムト、原発、あ、本当だ。地図と測量の科学館っていうのがあるな。まあでも国土地理院外から見るだけだからいいや。で、今ここから車折、あれ車折じゃなくて、ん？土没とは何でしょうか。ここから右だからあっちか。おっとっとっと。左折じゃない、右折だ。ここから放射分離式か。
どっちだ。もうすぐ雨ですけど、大丈夫ですか。そんなすぐ雨なんですか。昨日の、なんかそう、浅く眠ったのかもしれないです。ついそこに今行ってまた戻ってきただけなのに電波が全然違うんだな。ちょっと、あ、ツイッターですか。おかしいな。あれ待てよ。いやいや、右折じゃない。まっすぐでいいんだっけ。まっすぐか。北東側に向かうんだから太陽があれで、あ、まっすぐでよかったんだ。すいません、また電波切れるかも。と、おお、おはようございます。電波状態悪くないはずなんですけどね。あれは何、直進、南進、まあとりあえず直進。パラボラアンテナは何、この施設は何だろう。地図にちゃんと載ってない、名前が。なんか中途半端な田舎だな。中途半端、どいなかでもないから。まあどいなかじゃないですね。あ、そうか、失敗詐欺の時間か。自転車はどっち。よっ、延長失敗詐欺来るかな。どうかな、延長そもそも走ってましたっけ。走ってるな。あと30秒。あ、しかも自動フォーカスにしてた、また。これでいいかな。天気図見ると早ければ2時間くらいで小雨が降りだした。2時間、え、そんなに。で、ちょっとあの延長失敗詐欺に備えて、それまで待機します。X バンドまだ来てるようには見えないな。ん？お、来てる。何これ、カセグレンアンテナ。あれですか。本当だ、降ってる。東京の方やばい。いきなり筑波で終わるか。とりあえず、まあ、筑波市、あの筑波大学の方まで行きますか。あれはアンテナではなく、どんな地球外生命体の声を受信しているのか。すごい。 X ファイルだ。よいしょ。朝飯食いました。美味しかったです。給水塔では、じゃあ給水塔じゃないと思うな。ブルービのすごいな。あの下のあの支えてるところの機械的な作りがすごい。衛星写真にはこれ絶対載ってるでしょ。あれがジローのドン、ジロー国土地理院のやつですかね。国土地理院がなんだろう、衛星写真かなんか絡みなのかな。勢いで外泊しました。朝帰りというか、なんというか。しかし本当に降り出してるな、東京の方。やばい。ん、何の自転車。おはようございます。雨が来てる。雨、 X バンドで見るともう都内の方降ってるじゃないですか。冗談じゃない。うん、なんとかの衛星中継局。来てます。雨来てますね。やばいな。雨具は持ってきてないんです、今回。まあ、あの荷物にかける 雨カバーは持ってきたんですけどね。鉄道がないとこまで走ってから振られるとやばいな、本当に。ジャックさんに、あれ昨日見たやつじゃないかな、ジャック、あの、H2A のやつは。あれ H2A だっけ、あれは。H2 なんたら。あ、そう、支えてるように私も見えました。あの、なんか、どう動くのかわかんないけど、筑波エクスプレスなるかな。それだと本当になんか、あの、アドマチック天国見るためだけに一泊したことになるな。ん、どこ。延長失敗しませんでしたね。あの人だと
鹿児島。そう、鹿児島で見たあれと同じものじゃないのかな。記憶にある限りだと違いが分かんなかったけど、神奈川、場所によりですね。うん、あそこは柿火もちょっと食った。ん、止まらない予定でした。そういえば止まらない予定でした。つくばエクスプレス沿いで帰るというのもあるか。なるほど、それはそれは説得力がありますね。霞ヶ浦やめて、つくばエクスプレス沿い。土砂降り。うん、カメラ防水じゃありません。まあひどいことになりました。あ、この辺りがもう筑波大学にの敷地を横切るとこだな。昨日どれかを通って左から右に行ってるんですよね。この橋だけ昨日のは止まった意味、いやこれからあるようにすりゃいいだけで。うん、筑波大学で昨日渡った道路渡ったとこはどれだろうな。これかな。あっちか。あ、これでしたっけ昨日の。大学のど真ん中を通過して。平塚通り。あ、なんとかフューチャー、これじゃないかな昨日通ったのは。止まったか。どうだろう、これ上に乗るかな。まずは、多分昨日渡ったのはこれじゃないかな。どうしようかな。東西南北。線路沿いが正解だろう。線路沿いかな。霞ヶ浦はまあ景色的にはあまり期待するところはないので、とりあえずじゃあ TX 筑波駅まで行くか。そこからでもまだ悩める、悩むことが可能。よっと、上乗るにはどうすればいいんだ。これ知らない建物だな。東大寺学園、名前かっけえ。山上。東大寺。こっから登れるかな。トムト。ずっと止まってるみたいですね。おはよう。おはようございます。大学会館あたりまで進んでますね、今ここ。大学。トンプ、一人、プレミアム一人がコミュニティに参加しました。あれ、これ登る道とは違うのかな。あ、昨日のとこだ。ここ後ろ向いたロボさん。あと今 FM エリアが止まってるのかもしれない。よいしょ。大学電波ねえのかよ、わら。今ここをクリックするたびに全国スケールになって使いにくい。わいからく。あ、 FM エリア止まった。今日またプライマリーサーバーエラーか。止まってるうちに役所に住民税払ってくる。よいしょ。ダメか。エラーと。エラー。サイバー攻撃を受けてしまいましたね。ああ。今日早速 FMLE が死にました。残念。体ゲーの建物で左折を進め。体ゲー。プライマリーサーバーエラー。今これで行ったかな。あ、行ってない。あ、配信箇所してなかったか。サーバーエラーか、和骨、エラー発するのか、そのエラー良くなるな、エラー、またか、いたお。あ、安定したかな。いたオッケーです。今日も通常配信です。おかえり。早々にか。不良の影響かえ。不良の影響じゃないと思う。あ、でも衛星、
GPS 衛星とかで影響受けそうだな、ウルービオとか。よく考えたこれ大学の中に今響き渡ってるな、あの読み上げが。あやばいやばいやばい、よし、ちょっと音量下げます。大学生気分満喫、部員ブブブー、パソコンがダメなのか。パソコンやばいです。いつあの、ね、いつあのピーとか言って動かなくなるかもしれない。よし、やばいやばい、うん、体芸まで南、体芸、体芸、中でファンが接触してるみたいなんですよね。ダメになったら新しく PC 買うつもりだけども、全くこれと同じものがないからな。スマホ配信、うん、でもスマホ配信なんか画質がまだ見たところいまいちですよね。ピあの立ち上がった時にスラム行けますかね。掃除ってどうかなるもんなのかな。あ、オークションで、そうか、それもあるな。ただこれカスタムモデルかなんかで Z550 ってやつなんですよね、 CPU が。それと同等は欲しくなるな。 J10、 そうそう、あの熱くなりそうな。前私がレッツノートの CFR6 を使ってた頃は本当に持てないぐらい熱かったんで。伴走者、昨日のあいつだ。とで朝からやってんのかな。体で左で陸上競技場、左で、ん、左、なんだよこいつは、何これ、ここもカフェだ。謎の置物、枝豆か、アザラシ、わら、そのぐらいのマシンパワーがちょうどいい。学生支援広報フロアって書いてあるな。競技場、体芸っていうのかちょっと何のことかわかんないんですよね。とりあえず左に行きゃいいのか。左、足が、体育科学学系がとインスティチューションだっけ、インストオブサイエンス、うん、体芸は体育と芸術、うん、体育と芸術、足がリアルだった、うん、あ、そう、足とあと手が、こっちの方でいいですかね。じゃあ警備員さん、この人です、この人です。あ、トランポリンやってる、あそこでロボさんならプールも溶け込みそう。どこを目指してるの。どこ、いや、特に今日は霞ヶ浦を走ろうと思ってたが、そっちに行くと雨に降られた時に致命的になりそうなんで、早速変更しようとしてるとこです。芸術、お、なんか趣味の自転車があったな今、ブルホーンバーの。ちゃんとブレーキがついてましたよ、言っときますけど。自転車部、ちゃんとブレーキがついてた、ちゃんと見た。電車に逃げ込み、うわ、趣味の自転車多いな。この白と金色とかすごいな。このあ、ドッペルギャンガーだこれ。ドッペルギャンガーの白金色ベースのとか、白多いな。前がない、まあいや、あのディスクブレーキでした今の。あとクイバーっていうメーカーのかな、これは。お、おお、そう、あの変な格好って、見どころ、ロックじゃなかったです。体育センター、本当に体育体育してきたな。早速あそこで練習してるし。ん？何の？なんでやると、どうでしょうね。私は汚れを落とさないからな。汚れも勲章だとか今言い訳思いついたけど。おお。本当に。すごいな。ルックグルマ、LOOK ですね。ああ。新体操、
まあ、東大通り整備してないんですよね。した方がいいと思うんだけど。立派なトラックだね。809へのレス。車両の技術コンバウンド。競技場北。大らしい光景。てかこれ透視になるのかな。雨の中走ればいいよ。雨の中錆びるでしょ。ここは海溝多分いると思う。横走りだ。その辺オリンピック選手いるかも。横走りだ。でかい。ミスつくばわよ。ミスつくばってなんか聞いたことある文字ですだな。もちろん映さないでください。さてじゃあどうしようかな。うわ準備運動か。混ざって一緒にトレーニングしようぜ、うん、新体操か。筑波駅プレゾイをなんかですか。一緒に横走りだ。サイクリングと医者顔の講師として講師してきましょう。今の横走りは合唱部ですね。見たい。合唱部なのか。テニスコート、いやだれてるというかあれストレッチやってるみたいでしたよ。何が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 映ったな。おお、いちもち。何かちょうどなんかあの女子大生の人たちがいっぱいいるところでネタ的に中和された感じがするな。あの砂糖の甘すぎるの塩で中和するみたいな。あれ中和じゃないんだけどな。編入部員。ちゃんとこれ自転車ではありますね、車道の中に。信号使わず移動できるようになってます。 あれはバナナでした。信号使わず、なるほど。自動干渉、ドラマに出てきそうな並木道です。おー、並木道。自動運動か、行動みたいだけど、あとあのこの辺りですね、あちこちあのロボット試験、なんだっけ、エリア。あのロボットに接近されたくない人は離れて歩けって書いてある。あい道があるんですよね。霞が。って言ってもこれはもうすぐ終わっちゃいますけどね。あとあのよく考えたらつくばエクスプレスって線路沿い道ないんですよね、ほとんど。おお。ロボさんには厳しいエリア。厳しい。よし。パワードスーツ。お。線路沿い、あーこっちもすごい。これサッカーとかフットサルですかね。いくつ同時にやってるんだろう。てか練習やってるのかこれ。あとやってるのは中学生か、中学生、小学生かな、中学生かな、多分中学生ぐらい。熱中症になるぞ。が練習してますね。あれ試合は一つもやってなくて全部練習だな。ん、中山。中山というとゴンという文字列しか知らない。天気が崩れてきてるんですが、天気が、うーん、そう、 X バンド見るとですね、東京湾の方もう降ってるんですよね。やばいよな。アメエリアが本当東京の真ん中あたりまで来てるのかな。あれ更新されてない。こう、うん、習志野とか柏とかこっちの筑波にはまだ来てないんですよね、雨が。でもいつ来るか分からんな。ロボのものは俺のもの。もの。雨雲レーダーでこんなのがついてるんですか。これ雨雲というか雨、降ってる雨そのもののレーダーなんですけどね。その雨が降ってるエリアがその雨が電波を邪魔する性質、邪魔するなのか反射するなのかを使って、あのリアルタイムに数分単位で、そう、アメダスはあの実際にそれぞれ設置してあるところでその設置してるデータを採取するんでしたよね。13区ですよね。走れよ。まあそう言うなよ。そっちでもやってるな。そう、車載とは書いてない。あの車載という、私のこの放送は車載自体がメインじゃないというのを表すために車載という文字で外してますからね。こういうのもいい感じ。以前に突っ込み受けたので、よっと。ちょっと何この枝。よいしょ。だから今はもう走らなくても言い訳できるようになった。自転車旅行とか自転車散歩なんだから。書き切った。
北総、北総だとですね、私北総ってものすごい運賃高いイメージしかないんですよ。一遍確か乗ったことあるな。見てみたい。あ、この上で行けたのか。こっちか。これ向こうに渡ってしまっていいのかな。でもこれ駅はもう通過しつつありますよね。昨日はもう夕方ですかね。これ一旦南に向かわなきゃダメか。超えるとですよね。じゃあ一旦こっち行くか。というわけで霞ヶ浦はもう諦め気味です。雨が本当にそこまで雨が来てるから、もうウェブカメラが真っ白になるのは勘弁。っていうかちゃんと 雨装備したいけどな。雨対策、ウェブカメラの雨対策。うん、え、北総から筑波、いや、さすがにもうちょっと雨がやってくるまでは走ろうと思ってるんですけどね。では天久保地区へご案内。天久保、白線、自転車の方が狭いですね。よっと、お、筑波大学グランドロ、グランド口か。そう、遠くまで来たらっていうのもありますね。グランドロー、ペットボトル半分に、ペットボトル自体のその透明とはいえ結構映像はぼやけないかな。んイエス、グランドロー。あれ、グラウンドとグランドは日本語として両方言いますよね。グランドロー、グラウブロみたいなもの。グラウブロ、あれ、グラブロか、あれはグラウブロなんだっけ。グラウブロって口グラコロ。今のすれ違ったのか。グランド口か、グランド口か。 MAあれ、シャリアブルがブラウブロだっけ。昨日確か行ったよな、確かモビラーマですよね。いらっしゃいませ。向こうは筑波植物園。木製右行くと、あ、じゃあ行きますか。関東は雨まだみたいですね。関東、だって降ってますよ。雨レーダー見ると都心の方は。筑波安心歩行エリア、安心歩行エリアだから私が今走ってるから安心じゃなくなってる。ん、宇宙何、ジャクサはどこだっけな。一晩、いや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 、横浜もでも場所によっちゃ降ってると思いますよ。今日は涼しいですね。じっとしてると蒸し暑いかもしれんけど、走って風を受けてると東へ、私は今西へ向かってますよ。逆ですか。そのスラム街、スラムオンラインは。あれ？二郎系。ミクシーダウン。ちょっと降り出しました。横浜の一部。降り出しですよね。東か北に向かわないと。東か北？いや、雨雲はもう別に逃げたらもう。茨城は午前中は持ちそうです。午前中ですか。学院大学というのもあります。突き当たり左に行くとココストア。突き当たりって今私が進んでいる方向ですかね。今ここは出してるつもりなんですけどね、出てませんかね。北海道まで逃げないの。しょぼい雨雲ならおりません。いや、雨雲じゃなくて本当にこれ降ってるエリアを指しているので。出てますよね。都心完全に覆われつつあるな。まあ百均のカッパ買うのはあるんですけどね、確かに。本当にこれ、あ、ちょっと待ってください。今日行こうとしていた霞ヶ浦の方は鉄道はない
なあ、ないなあ。どう見てもないなあ。西。筑波宇宙センター。ここストア。あ、追い越し学生宿舎ってのがあるな、この先に。センター？センター？何センター？ダメだな、あのコメントの全体を把握できてない。筑波宇宙センターありますね。学生宿舎じゃとりあえずまっすぐ行きゃあるんですよね、確か。うん、突き当たり左に行ったら多分あると思う。宇宙センター行くと南側に行って、鹿島臨海鉄道どこ？全部均等に聞いてると頭の中の地図がどんどん壊れていく。宇宙センターは、いやどうですかね。アノニマス、宿舎、ああ、やっぱこっちの方ですよね、今行こうとしてる。筑波の売店でドキドキするんですか。どうだろう、この辺りか。あれとか。鹿島臨海鉄道。ラピスラズリは、あの、石ですよね。言葉通りの意味だと。突き当たって。お。鹿島鉄道なんたらは、どこだ？鹿島線ってどこ？鹿島線ってもう完全に海の方まで、そこまで行くんだったら私はもうゴールしてますよ今日の。よかったよかった、なんかすぐ近くだとつい思ってしまった。関東鉄道で、これがなんか日本一の売り上げがあるというココストアですか、違うかな。このココストア、うなぎ予約受けたまわり中、受けたまわり太郎。あ、モトスパ。特になんか大学っぽい貼り紙とかはないですね。うん。ライター。ん？ここチキ？あ、ここチキ。ファミチキじゃなくてここチキ。あ、来た来た来た。ここストア、学園天久保店。で、寮はこの中に入らなきゃないですよね。ホットポイント。なんかな、なんかな。もう放射能とかセシウムとか聞くだけで嫌になる。センター、あ、ユースト定点カメラ、筑波の、ん？これ押しボタン、よいしょピッて言ってますね。ペッポー、あ、ここは一応関係者以外入庫禁止って書いてあるな。で、これは、あ、建物ちょっと古いけど、形はかっこいいですね、この寮かな。コピー屋も。防犯カメラ、作動中。白いの押したら長く止まるでしょ、あれ。女子寮、いや、わかんない。警備員がまだほら入ってないから大丈夫。ん？大きめの公園？宿舎の中を部外者が物色してるからね。そうですね。というわけで、じゃあここは一応入らないでおくか。直線距離だとほとんど移動してないように見える。移動してない。まるでそんな感じですね。あ、ここストア地図に載ってるな、ちゃんと。一応じゃなく絶対入るな。絶対に。看板のない入り口ならOK。看板のない。なるほど。よし。
一応とりあえずこの道沿いに行ってみるか。ん？何の音？ここストア鳥の声みたいな、ママチャリ整備室のママチャリのブレーキ音みたいな。図書館使えないの？ランランってどんぶり屋だな。どんぶり屋。あ、止まった。グルメはさっきのラーメン餃子。ラーメン餃子。今自動に聞かれた。え？聞かれた？あ、聞かれてると思う。何の音ですかね、今の。女子寮で使えるのかな？それやばいな。いや、私も自分の自転車と一瞬疑って、少しスピード緩めたんですけど、変わりませんでした。鬼怒川沿い？どこ？ここからだぞ、どこだ？ロビングしてますね。自転車でしたね。っていうか、自動かどうかわからないけど。たくさん走ってる。お。学食でお昼食べよう。お、なんか今背中から2本の金属棒が出てた。なんだろうあれ。利根川か。でも利根川だったら、どこになるんだっけ、ここからだと。あ、ここの入り口も関係者が立ち入り禁止。ていうか昨日私はこんな子思い切り走ってたよな。看板がない、なんか看板がないとこ通って。ちょっと晴れてますね。ロボランチどうするかな。特に今何も考えてないです。出たとこ勝負。出たとこショーダウン。お、こんにちは。へー、大学ご飯パスタ作ろう。それはさすがに捕まるでしょ。出たとこショーダウン。宇宙センターどうするかな。宇宙センターまで南下すると、学食おいしいとこいいよね。10時になりました。今度ケーキ作って待ってます。ケーキ。しかし人がたくさん走ってるな。走ってますね。チーズ豆腐で、あのこの放送のメイン視聴者である30代40代男性は JD とかをすると盛り上がるだろうしな。頑張れ。一度誘ってランチ。どう？よいしょ。誘ってランチ。女子大生との出会いはまだですか？死んでもできないと言おうと思ったが、殺すって言われたらやるだろうな。常磐線ちょっとあの位置関係よく分かってないんですよね。どっかで止まって沈みないと。で42歳。利根川は都でしか走ることはメインではないんですけどね。30、40代が9割を占めます。確か30、40代以上が50代、60代、70代、80代、90代も含めてで 90% ですね。帰ってくる年齢が？誰の話？おじじさん。うん、そう。市場には自転車操業の自営が多いよ。自転車操業、自転車だけにな。コピーは。あそこ入れるな。うん。うん？走る。筑波の学生。あ、さっき走ってた。30キロ遠い。あと大仏は基本的にあんま興味ないですけど、まあ途中通るだったら見てもいいぐらいかな。見てやらんでもない。見てやらなくもない。ん？何ドーン？あそこの建物なんですかね。これ大仏に。ハプニング悪い意味のハプニングはいらないけどな。病院とか全部あるんじゃないですかね、この辺りは。全部固まってんじゃないですかね。すごいね。おお。ポロリもあるの？ポロリも。ここでピーイベントですよ。
キーベント。え、コンプラ？看護師寮もあるの？看護師寮。特部48結成、ナースセンター。おお、ナースセンターだと？トムトン。あ、これ昨日通ったとこかな？多分。あ、もうじゃあ大学構内抜けたかな。これ昨日のところですよね、確か。なんか石畳が何言ってるな、うん、ナースの卵、ナース反応ありナースの卵ですね、昨日来ました。ナースは卵生メディカルセンター、ナースに反応ですね、薬局とかあるあそこだ。じゃあつくばエクスプレスの駅の近くまで行って、そこで地図見てもう一遍検討するか。好きなものがあって、ナス食べたいな。ナス食べたいですね。ロボットどこだよ。焼きナスに限る。焼きナスは嫁に食わすなと。違う、それ飽きナスだ。エキスポセンターは？エキスポセンターも昨日寄りました。やばそうな雨雲は今は山梨あたりまで来てる。山梨でも都内も降ってますよ。おはよう。結局止まったのね。そう、昨日止まらないはずだったのに。車椅子の人はなんか携帯いじってましたね。今ここなうってみんなニコ生配信してるの？今ここなうは別に配信ニコ生とも限らないです。配信してるとも限らないです。うちナス農家わら7月3日の午前6時に何か起こるの？午前6時にルービオがあるんじゃないかな。よいしょ。あ、開いてたらそうですね。手が沼は前行ったけど、いや、1ミリでも来られるとまずいんですけど、私は1泊朝食付き3500円、安い。雨が千葉県に侵入。千葉県に入ってきましたか。本当にやっぱ午前中だけかな。筑波大の学生寮に泊まっちゃうのね。昨日は右行ったんで、今日は左の方。筑波の警備員さんだ、やばい。またトムト。電波不安定かな。彼女とは、それは秘密。今日も止まらないと言いつつ、実は止まることを画策しているのです。いや、今日はもう絶対止まらない。そろそろ肌の3どんな間違いがあろうとも止まらない。警備員だ、逃げろ。特部大学中の MP が不安定。筑波学園大学に侵入しています。筑波駅から車内放送ってあれ地下だから、でも電波あるんでしたっけ。携帯の電波は通じるんだったかな。でも電車内はなんか無断で周り映すと良くないしな。彼女とは出会う前に別れました。出会う前に鶏が先か卵が先かみたいな。ミリタリーポリスだ、逃げろ。雨など大した問題じゃない。私は雨は大した問題だな。これがエキスポセンターの裏側か。筑波エキスプレスWi-Fi、 あ、 Wi-Fi ですか。散歩さんがいる。それ多分優勝サービスじゃないかな。こっちが回っていこう。サンサロー、うん。うん？なんかなってる。人たちにコミュ宣伝しよう。コミュ宣伝。昨日一緒に走ってた人は帰ったんですか。一緒に走ってた人は帰りました。ミリタリーポリスなら怖くない。なんか虫当たった。おう。こっちからよく見えますね、ロケット。やっぱり H2、H2A って書いてあったっけ、あれ。こっちから見えるのは H2 まで。テポドン、筑波の Wi-Fi はすぐ契約してないとダメなんじゃね。日本ってなんで弱そうな人ばっかり警備員なの？いつもみたいに特区大学のどこか目立たないところにコミュシー火薬。いい、ロケット。Z3 波自走で帰ったの？自走で帰りましたよ、60キロ以上。宇宙、宇宙。あと子供たちが大量にいる。今日は人がいますね。すごく大きいです。うん、今日人なんか入ってますね。でっては見学かなんかかな。子供たちなんだけど親子で遊びに来たっていう分量じゃないので。4時間。 Z さんは昨日2時間半とか行ってたかな。うん、 Z さんはツイッター見てないな、今朝まだ。センター。子供たちに混じってきましょう。私混じって。マジすげえ
いやだから瀬戸さん、シュペールランドヌールの人だと言ってるじゃありませんかっていうのはあなたは聞いてるかどうか分かりませんが、1年間で200キロ、300キロ、400キロ、600キロのコースを走った人ですから。友達ってそれ、うわー知らない、私はそれ知らない。公園にしちゃ敷地はこれ全部囲われてますね。 Z さん込みは多分ないと思う。建設予定、とりあえずこのエキスポのなんとかの周りをぐるっと右手伝いに、うん、昨日は、あ、これ昨日のあの道出たのか。Z さん仮面ライダーフォーゼ、万博といえば大阪しか知らん。万博、これはつくばエキスポ、85年でしたね、確か昨日の数字は見たの、覚えてる。ただこれ入場料とかいるのかな、中をちらっと見ようかと思ってたんですが、昨日の自転車、ちょっと分かんないです。大学校内はロボさんに何もおはようございます。どうだろうこれ、自由に入っていいものなのかな。うん、ロボさんっていいっぽいな。ダンダ安則さんに似てますね。ダンダ安則、あ、言われますね。それも言われるけど、どの人だったっけ。オープンって書いてあるし、じゃあ自転車置き場ちょっと立てかけて。大阪は69年くらいじゃ、なんだこのドーム型の建物は。大阪は70年谷川名人、オープンとある福井穴だって。ちょっとこの福井穴にも似てると言われてるから、私は福井穴が一番似てたと思うな。プラネタリウムだけ必要だと思う。そうだ、高い忘れてた。日帰り温泉に行ったな。福井穴、わらわら、福井穴似てると思いますね、本当に。ちょっと待ってください。レストランタキってありますね。うん、プラネタリウム。一応空いてますよ。ビニールシート？どれ？ノーロック。まあ、もうそこの入り口までしか行かないつもりなんで。昼寝、ああ、ミニストで私の荷物の中か、そうそう、テレビ見られました。こんにちは。何やろ、あれいつだっけ。おお、嘘ってなんですか、嘘って。ヤビスが聖地と言ってたあの人ですけどね。つくばエキスポセンターやっぱり有料なんだ。あの丸いのはプラネタリウムです。星を探す、星占いと天文学の物語。万博の会場だと思います。私は当時知らないですけどね。お、星占い、科学なのか。万博はいつだったっけ。万博85年らしいです、ここでやったのは。お、百景だっけこれ。百景、乗れますよねこれ。大人乗ったら怒られるのかな。あと新幹線のメンテにはクレ556が使われています。ゴルゴル木箱、あ、なんか木箱掘るとかあったな。でこの中は有料なんですね。でかいコスモ星丸はどこにいるんだ。百景ですよね。なんか見えないな。ハーフミラーで中が見えない。車両にゴープロ、あ、でもそういうのは使い道として想定されてるようなやつですね。番号556、自転車にはラスペネ、筑波祭りの時に見てみては、めちゃ
めちゃ人が来ました。スマホ閉まる、見えない。残念。自転車メンテのケミカルは何がいいの？自転車メンテ。私は一部556使ってますよ。プラネタリウムは10時から。あと少しでコミュニティ5000人か。入館券400円。プレミアム1人。まあ値段的にはどうでもいいんですけど、有料施設っていうのはこういう放送しながらとか入るのよくないというか、無断でやるのは明らかにやばいですからね。というわけで、特にコスモ星丸を近くで見られたわけでもなく撤退。あ第3次ああってこれもうメンテしてるみたいなんですけどね。ほらこんなバッテリー使ってるんだ。これクリス横転してる。横転パトロールカーバッテリーのなんか取り出してありますね。アイバッテリーで動いてるんだ。これ下に向こうのあれハトバスです。でこれがジープとあとパトロールカー。パトロールカー、警視庁って書いてあるのはいいのかこれ。まあどっからどう見たって間違ったりしないけど。ワンプレイ100円。インベーダーと一緒か。乗っても。サイドカー付き。このサイドカーないやつが単車と呼ばれるようになったという前も何度か言ってますねこれは。大事故に遭遇。いいクバ、なんだろう。何を読んだらいいクバって読むんだ。サイドカー、サイドカー、パトロールカー、あの30メートル走の中で。あ、マザー牧場、あの面白い自転車とかあったとこですよね。パンツさんとマリオさんと、あれ、あの時はハルタさん一緒だったっけ？違ったっけ？いかんな、もう記憶曖昧になってるな。まあでもいつものこと。よいしょ。うん。食べるの？うん、いつものこと。うん、いつものこと。うん？ハレバサシクイ？うん。いや、昨日の夜も3分の1ぐらい食っちゃって食いすぎたなと思ったんですけどね。うん。あ、そうだ。どっか座って今後私の今後について検討できないかな。ん？何してください。千豆。なりますね。好み。好みって。あのピリッとする味なんでしたっけ？食べるシーンあったっけ？直すか中に。どっかの隣人はいないところ。うん、結構いますね。家族連れの人も多いな。うん。うん。そう、ぼっち配信中。あ、止まってます。中心地なのにな。もう大学ないですか？結構曇ってます。大学はもう出てきました。天気は曇ってますね。少し日は差してるんですが、でこれ渡った先がつくば駅。ビアガーデン朝からやってないの、さすがに。うん。あ、多摩センターそうですかね。ああ、でも確かにあの通りとかそうかも。パルテノに至る道ですよね、多摩センター。
帰るの？なんだあれ。もう終わりなんですか？いや、もうちょっと走ろうと思ってるんですけど。タイトルの霞ヶ浦早いとこ消したいけどな。いや、オツでしたというか、なんというか、これからどうするかを考えようと。あそこになんか臨行集団がいる。大量の自転車とスポーツ自転車とレーパーの人もいる。どうかと、まあちょっとわからないでもない。で、昨日夢作ったのはあの辺りの中の、あのインドカレー屋さんです。どうしようかな。その北総鉄道沿いに行くという手もありますよね。そう、将来について。多摩センター、私が行った時は結構人多かったですよ。止まらないです。止まらないです。あれ、あれは臨港袋じゃないか。アンケートはしない。アンケートしない。あ、そうだ、アンケートで思い出した。今日日本一周の人の放送始まってましたよね。なんか歌あっちでなんかやってるのかな。そう、自分の考えで、あの、すみません。基本的にリスナーとの交流を表にメインコンテンツにはしていないという。どこでなってる。とりあえず隣と、私は今日出てきたとこは隣駅の近くなんですけどね。あ、そこで歌ってるのか。多摩センターの駅ビルのラーメン屋うまかったな。センター、どこだこの歌は。あれだ、あそこだ、歌。なんか聞こえる。何の歌だろう。一緒に歌おうぜ。でもなんかアンケート取ってるな。アカペラだね。あれ、誰もいないってことは練習中。上層線、上層線。なんかカラフルな T シャツの人たちが。ストリートライブだけど椅子もちゃんと置いてあるからイベントでしょうね。大好き憲法9条。大好きか。歌声広場。あ、憲法9条関係のイベントなんだこれ。ようこそ憲法9条の会つくばへ。のイベントとしてやってるんですね。あと太鼓やったり、コーヒーとか。コーヒーを飲みながら球場カフェで交流。球場カフェ？ていうか球場祭りらしいですね、これは。球場祭り in つくば。あ、あ、あらら。初めて見た、あの間近で。あら、セグウェイですね。どうだこれ。全然操作してるように見えないな。乗らせてもらえるもんなのかな。どうなんだろう。説明がどっかにないのかな。でも放送しながらいいですかっていうのもいちいち確認しなきゃいけないしな。でも乗ってみたいな。これ確か1台何百万かするんでしたっけ。いや、救助かもしれない。ちょっと読み上げが少し下げるか。ダメ元で、まあ聞いてみるか。体重移動か。メットしてるんですよ。だからそこのところは有利かもしれない。その手帰ろう。でも何も説明がないんですよね。まずは聞いてみようかな。てか、どれが
どれが係の人なのかもわからない。なんかあの胸にプレート下げてる人が関係者なのか。あ、その辺り関係者っぽいな。聞いてみよう。でも皆さんはあのやり取りを聞いて、なんだケチだなとか絶対文句言うに違いないから、あなた様方たちのことは私は全く信用してないので、あのよそ向けてしばらく放置します。残念ながらダメですね。ちょっと待ってください。ですね、事前申し込み式で、事前申し込み式でした。というのと、あと普通免許がないと、あの自動車扱いだから普通免許がないとダメなんだそうです。って持ってるけどな。持ってるけど、あ、免許なら持ってますというのは特に言わなかったです。20年のウルトラホワイト、ウルトラペーパードライバーだし、事前申し込み式です。まずそれ以前に絶対ほら消して言うと思ったよ。私はなんかそういうのをご利用しするのは大嫌いなので。そう、免許がないとあれは本当にあの自動車なんだっけ、ロボットで特殊自動車で行動も許可がないと走れないらしいですね。決して叫んで、それはちょっと面白いがやっぱり迷惑だからやらない。なんかあったらもあるでしょうね。ナンバー、あ、まあでもその行動は走らないからっていうんじゃないですかね。そう、免許持ってるけど。さて、じゃあセグウェイを円形にしながらちょっと周りの地図確認しますね。チパシマジで新幹線で、ちょっと待ってください。雨はどこまで来た？雨は、嘘つくな。でも大体東京23区あたりを境目にまだこっち来てないですね。常磐線沿いにとりあえず行くといてもあるか。まだつくば駅のすぐ近くです。北総っていうのはどれだ？関東上総線っていうのが近くにあるな。北総線ってどこでしたっけ？北総線、あのやたら運賃が高い覚えがある北総線はどこだっけ？雨の中うわ。あ、さっきの歌だ。やっぱり練習中か。違うか。
そう、あ、でもこの辺りあのちょうど日陰だしいいんですけどね。そう、うんちじゃなく運賃が高い、うんちじゃなく運賃が高い。ん、場所移動なんか良くないですか、ここ。私はけんあのルート検討するのにちょうどいいんですけどね。ん、ちょっと待って、今何がそのまま乗せられるとおっしゃいましたか。サイクルトレインがあるとおっしゃいましたか。まあ最終的には袋入れないと帰れないんですけどね。上層線は、三つ街道でしたっけ、これ読み。昨日なんか Z さんが言ってたんだけど、三つ街道以北なら自転車そのまま。スカウトだ、スカウトだ、スカウターだ。高い。ひたすらシルクド、おい、シルクロードを頼む。シルクドと言い間違えたな。で、今引率してるお姉さんがこのテンションが続くととかなんとか言ってましたね。大変だな。つくばエクスプレス沿い途中まで行けるかな。気持ち悪い歌だ。言いたいだけだろ、そんな風に。そう、シルク道路。つくばエクスプレス沿いに行くか、常磐線の方に行くか。上層線。あ、本当ですか。上層線か。うん、雨に打たれた後は、まあ最低限水落として、でもあまりちゃんとやってないな。あ、森屋の方にとりあえず行きゃいいかな。備えよ常に。森屋駅かな。まずは守谷行ったら、そこであの上層線もつくばエクスプレスもありますよね。ただそこまでに振られるかどうかなんだよな。とりあえず守谷に向かうか。さっきの人に生乾き、ある程度空拭きもした方がいいんですけど、本当に濡れたらタオル、あのもう雑巾化するつもりでタオル使いますね。霞ヶ浦行ったら、三つ街道までサイクルトレイン。関東鉄道。関東上層線が関東鉄道ですかね。三つ街道がどれか分かってないんですよ。どれかの県道でしたよね。雨降られたら空水道水、56、はあ、じゃあ森屋方面に向かおうかな。ちょっと金パソ、特に買わない。三つ街道駅ってのあるんですか。ちょっと待ってください、待ってください。三つ街道駅はどれなんだろうな。この辺りよくわからぬ。あ、市の名前、三つ街道市。ゴルフ場の中。ゴルフ場ってアップダウンがこの間あって、ちょっとトラ軽くトラウマに。あ、昨日これ Z さんが通ってるところはサイエンス大通り、ローマ字表記が SAIENSU というサイエンス大通り。二郎ラーメン食わない。二郎ラーメンですね、体に悪いと思うから。無理して食うのは良くないと思う。味とか内容よりも量が問題です。じゃあここから地図で左下に向かえばいいんだな。じゃあとりあえずあっさりと霞ヶ浦は諦めて、こっち側に今太陽があるから太陽の90度右方向に向かえばいいのか。じゃあ守谷に向かいます。太陽あっちだから、あっちか、量たくさんなんです。まあ残さず食うのも大事だと思うけど、それ以前に
そこまで大量に注文すること自体がおかしいと思うんだよな。以上の人、駅前の巨大マンション、駅前の、タイトルは企画倒れです、いきなり。こんなに早く雨が来るとは思ってなかった。もう来ないからな。この辺りに集中してますよね、多分こういう建物は。確かに、うん、この上のデッキがあの多摩センターに似てるんだな。太陽あれだからあっちかな。あ、止まりましたよ。プレオがあれだから、うん、本当に昨日の夜走ったとことだいぶ被るな。乗っていいのかな。乗るか。うん、まだまだ太陽照ってますよ。おテント様に、おテント様に顔向けできない私としては、下の道に出るには、え、あ、ジロー本当にあるんだこっちに。ちょっと、いや、あ、でも確かに多摩センターとかに比べたら少ないかな、まだ。ん、これ下車工場、車整備工場かなんかか。というかおしゃれすぎるから、特殊な趣味の自動車の整備工場っぽい。いや、こっちまだ降ってないです。そう、森屋、あ、やっぱりレクサス、レクサスつくば。レクサスって車の種類じゃなかったのか。レクサスってメーカー、イエス、特殊な趣味。レクサスってメーカー、そうか、友達が乗ってた車レクサスじゃなくてレグナムだ。レグナムとレクサスが頭の中で一緒になってた。レクサス知らないんです。あ、トヨタですか。あ、高級車部門なのか。だから整備工場の中までおしゃれだったんだ。今の窓からちらっと見えたんですけどね、竹やぶ。周り聞こえてるから見られるな。利根川、どうだろう。とりあえずも、つくばエクスプレスの近くの道を通って、あの森屋駅のところまで行きます。え、同じトイレ、レグナント、全然違う。どれが全然違うかも今分かんなくなったな。いろいろ言われ続けて。じゃあとりあえずここからは割と面白みのない道を行きます。脇道があったらそっち通りますけど。うん、三層圏。あとジャクサもすいません、あの読み上げ、あ、聞こえてますよ。ジャクサはスルーしたけど特に入れるわけじゃないですよね。イエス、ダグラム、太陽の牙だな。ダグラム、プラモ持ってた。あ、これ左車線というか左折車線ですね、左折レーンですね。竹やぶ、どこ、森屋ですかね。ただ私そばのですね、そばの歯ごたえの美味しさ分かるけど味の美味しさが分かってない。あ、展示館。でもそれも中に入るのがって言い訳、なんか言い訳を考えてたらな。もう移動し始めちゃったからすいません、森屋に向かいます。まずは多分 JAXA に行ってるとこっちで雨に降られそうだし、まあそれはそれでいいんですけどね。今日は注意しそば散歩さんの、あ、ユーストやってる人なんですかね。あと、あの、まだこの辺りにいらっしゃるということは車移動じゃないんだ。ありがとうございます。ん、森屋にはガザミ、ガザミタのカニですか。うん、川近く、森屋は、そうそうそう。で、あの、どこから来た人かっていうのを確認もせずに思わず口出してしまった。カッパ持ってきてないんです。それがやばいんですよね。ん、何が、エロ、うん、今日一人です。と、あ
れ、どこまでこの道まっすぐ行くんだっけな。え、実際ん、傘なし。ああ、そんぐらい降ってるんですね。雨の日は泥除けないと特にそうですね。あ、どこで曲がっても了解です。前方に車じゃなくて歩いたり停電でやってる人なんですかね、佐野さんの。そういう書き方すると出にくくなるんじゃないかな。もなし。本当は停電ですね。あ、停電なんだ。あ、停電ってあの散歩さんという人が停電放送をやってるユーストなのかな。なんかその自宅からの窓から車の方、車道の方を映してるみたいな話なんですかね。停電放送は停電から映してます。視点が動あのほカメラ位置があの固定されてるってことですよね、基本的に。うん、中山まで行けない。今度はどこに？守谷駅に向かってます。そう、私が。あのいつも車社会って言ってるのはこういう感じの道です。車社会的繁華街で、ちょっと地図で裏道ないかな、この辺り。そう、あの二人か。で、現在地あった。裏道ないな。裏道ないですね。途中線路の手前で万博記念公園駅のところに向かって南下して25歳、惜しい。ちょっと違います。ではなんか分かって言ってますね。加速。うん、こういう道、まあ便利ではあるんですけど面白みはないですね。でも住みやすいとは思う。映らない。どこ映してるんですかね。この車道映してるんですか。視聴者増加中ってちょっと昼食、あ、昼食べてないです。今ここ出してるので私は住所よく分かりません。ララガーデンつくばってところ。焼きそば、ちょっとあの盛り方がジロっぽかったですね、今の絵は。カレー、昨日夕方食った、夜食った。うん。あと、写真まただいぶ撮らなかったな。さっきセグウェイは撮ったけど、それ以来撮ってないか。振り返りが難しくなるな。女性だけの30分フィットネス。セグウェイさっき見てきました。乗れなかったけど。歩道橋近くってあれですか、歩道橋。あとその定点放送だけど放送してる人は一緒にいるんですかね。もっと先で、うん、沿線なのでもっと先で行こうかと。なんだっけ、研究学園駅は昨日近く通ったんですけど、まあスルーして万博公園駅かなんかっていうところはちょっと見ていこうかと思ってます。この辺りなのかな、この辺りかな。朝日だ。朝日ですね。裏にいる。24時間。じゃあ本人がそこにいらっしゃるわけじゃないんですね。直進。え、あ、映った。
どこなんだろうっていうか、その写してる場所をこっちから写すのは良くないのかな。そう、特定することになるから。映りましたか。まあいいか。なんかそれで無理やり絡むのもあれなので、見えなかった。まあよろしいでしょう。 M 逃した。停電だから特定とか関係ないでしょ。特定ですかね。店舗パーツ少なすぎだ。店舗パーツ、まあ基本的にリアル朝日はあのママチャリがメインですよね。早すぎて見えなかった。早すぎた。停電カメラ放送なんて知ってるな。うん、本当にこれまっすぐ行って、TX、 あれ TX という言い方でいいんですかね。スコエクスプレスの線路の手前で左曲がって、で、モリアの手前の駅なのかな。あれは朝日、朝飯よく使うんですけどね。テレビ東京、テレビ東京。あ、そうだ、ちょくちょく雨も確認しながら行かないとな。チューブとかタイヤを買う。あ、チューブ。ロボさん録画した。録画したよっ。朝日のネットで買いなさい。うん、朝日の通販は最大手かな今もう完全に。でも最近私アマゾンとかでも買うようになって。ん、仙台、今ラーメン屋さんですね。600円だけ。うん、あとアマゾンとかだと早いし送料無料だったりするからよく使っちゃいますね。都内、うん、この間アマゾンで買ったのはイートレックス30、これん？サルトは？日はネット通販が、え、先行なんでしたっけ？リアル店舗が先ですよね。自転車、何が上がってる？ああ、ついていけなかった。で、私はこれ今雨に向かって走ってますね。便利ですよね。あのいろんなあのノウハウ情報とかも載せてるのが、あの好感が持てる。うん、法人税、あ、ネットワークの話か。ん、アマゾンの、ちょっと、ベストサイクルっていうのがあるんでしたっけ。イーグルの、あ、ツイッターで見たそれ。税金、ああ、そういうことか。アマゾンギフト使ったことないな。またインドレストランだ。湯、おお、なんか牧草の匂いがする。あれ今の牧草地か。ビークレ、ん？英語って群馬の店、英語という名前の群馬県の店ですか。それか群馬料理の店かなんかか。バイク24、パーツ、うわ、メンテに関して言うと私は初心者以下なんで恥ずかしすぎてそんなことできないし、あとメンテとかパーツの放送だとあのこだわりの人がたくさん集まってえらいことに。くら寿司のあれだ、クラモ、無天丸、クララ、エビ、エビマヨウサギ、エビマヨウサギって。パンクありますあります。過去に 3,4 個あるかな。チェーンは、ですね、多めに油拭いて、で、あの、雑巾でそれを拭き取るっていう感じです。パーツ、XTR、XTR ベースは。電車部に、そう、本当になんかそれが一番やさ
安く丁寧にやってもらえそうな気もするが、そんなもんに甘えるのもな。あと、この杉の屋っていううどん屋さんはあれですか、メイドさんがいるんですか。今表に出てた従業員さんのうち4名中2名はメイドさんに見えましたが、朝礼中ですかね。うん、自分で、そうですね、それが一番いい。お、後ろから飛んで唐揚げの、いや、起きてから朝ごはんバッチリ食べました。メイド服に見えたけどな、さっきの。あと、あの馬車道っていうパスタ屋さんは、あの大正風コスプレですよね。大正時代風、あれコスプレって言ったら多分問題あるだろうな。うん、私は馬車道はあの味が好きで、てかパスタ好きだから。そうそう、ハイカラさんみたいな。メイド服、え、ルロニケンシンってあのジャンプでやってた時代、あの剣士の時代の漫画ですよね。それでメイド服が流行る意味がわからない。ウェイトレス頑張って準備中。一人馬車道、あ、馬車道しょっちゅう行ってましたが、問題ありましたか。パンナミラーズ、アンナミラーズ、ありあり。ん、ハイカラさんとあの馬車道違います。違いがわからない。あ、またつくばスター。ああ、つくば市全境走ってるんですよ、あのつくばスって。いや、特にそういう属性はありませんが、メイド、ウーターズ、てかどのぐらい広まったんですかね、一時期は。まあでも、あの素直にというか、無理に拡張せずに、流行り廃りによってあのちゃんと縮小するのは正しいんじゃないですかね。うん、あんなみ、あんみらか、あんなみじゃない。ゆっくり、あ、そうですか。ゴスロリ、あれはゴシックロリータっていうのは黒いフリルのイメージしかないな。どれがどういう定義なのかよく分かってない。あとゴスロリというと、なんかなぜか私は女装というイメージにつながってしまうな。なんかあのツイッターとか見てると、そういう先入観、偏見、イメージが。居酒屋藤子さん、黒いフリーのイメージですね。ん、何がいない、アムラ、あ、万博記念公園駅だから、とりあえず左の方か。原宿行く前。でしょう。草むしり。うん、結構今日はじっとステッド蒸し合わせて、風受けてるとまあまあ。って、これどう渡れってんだ。どう左に渡れんだ、今の。で、あの、道が細くいい感じになりましたね。多分こっちでいいんだと思う。うん、ひらひらの靴ですか、靴。下着止まりそれはそれでまた上級者だな、こっちでいいよな。うん、 OK。僕は下着もできればひらひらついたやつがいいです。ひらひらの靴下ってどんなの。ジャック・ニコラス・ホームセンター。これか。どっかないかな、どっかどっかに青看板、青看板。あ、これ左に行ったら三つ街道って書いてありますね。助走して自転
ちょっとこの交差してるこの通りの名前をどっかで取りたい。ちょっと待ってください。ちょっとどっか青看板ないもんだろうか。あ、年間雑誌ありましたね。ちょっとだけこっち側沿いに青看板ないな、ないな。うん、空曇ってます。あと筑波スのあのゆるえっていうのはいろいろパターンがあるんですね。昨日見たやつとはまた違うやつだ。さっきも見たけど、あ、交差点のあのローマ字表記が欲しいんですよね。サイエンス大通りの青看板は道路案内のあれです。赤いやつないな。あ、昨日来ない助走。そう、青看板あのタイプで通りの名前が書いてあるやつがを探したいんだけどないな。南の、本当ですか。じゃあまだ走れるかな、しばらく。ないな。青看板っていう人はどうでしょうか。青看板っていう人、これまっすぐなんかすると別の道に行っちゃうんですよね。タイムボカンか。ここはサイエンス大通りですね。筑波スいっぱい走ってますね。そう、ここはサイエンス大通りで、その通りの名前をローマ字表記したところを探してるんですけどね。記念公園、駅の方にはちょっと右の方ですよね。若干、まあそれでもいいかな。公園、これ左手は工業団地。チーズケーキ、チーズケーキいいな。時点で、まあね、まあね、まあね。もう十分太ってますけどね。甘いものを。太陽の塔。あ、こっちの方に30分延長しました。本当にないな。そう、爆発ゴロじゃなくて、芸術が爆発の人、芸術は爆発。爆発といったら芸術、芸術といったら爆発。あ、この右が爆発公園。気持つ、あ、さっき映ったあれか。爆発ゴロ、爆発ゴロって私エビ天でしか知らないんですけどね。アブダクション？山田太郎、山田ゴロはタモリクラブの人ですよね。のイメージがあるんだけど。花博、よく。花広瀬、横浜広瀬で。ちょっと向こうには、お太郎にも、あれ、なんだあの、地球広瀬。記念公園、ちょっと見ていきますか。真下から見たい。アドマチの、あ、アドマチのでしたっけ。株式会社、レイオン工業の前。そうですよね。で、鳥の名前がなかったよ。まあいいか。コスモ星丸はちょっと万博エクスポなんたらのあの有料建物の中みたいだったんで見られませんでした。外から覗き込もうにもあのハーフミラーで見事に自分を映しただけだったので。おお、横浜広し。もう素材名か。レオンって素材名ですよね、まず。てか商標なんだっけ。筑波の工場ハイテク産業です。記念公園を記念に見ていく。記念に見ていきます。あと子供が目の前にいる。ベートーベン。筑波広し。山は美味しいの。そこの陰にも子供がいた。いた。登ろう。科学万博の時生涯
格好。それ逆算すれば年齢がバレる。パトンって大丈夫かな。やばい、今お子様が、今お子様がズボンを下ろそうとしてたのでやばいと思って思わず目をそらした。僕サイエンス大通りの名前がないな、残念。お子様が、そう、お母さんにそうでした。通じ頭にあの突起物が、なんだっけ、オープナーじゃなくてオプーナー、オプーナーのネタ、もともと知らないんですけど、2ちゃんのキャラの。あと左側でアステラスって書いてありますね。一緒にズボンを、なるほど。子供 のっていうの、のって。ぼっちゃんこっていうのがあるな。ぼっちゃんこ。アステラス製薬ですね。雨、ちょっと、いや、どうだろう、まだ私のあの全身は雨が来るということを訴えていませんね。私の体感では。あ、イエス、アノニマス、トレンドワード。ここから右ですかね。ぼっちゃんこ、あの人がぼっちゃん落ちるから。雨大嫌いだ。雨なんかしねえ。帰る？これ変電設備かな。ガイガー、あの道は何？でも雨が降りそうっていうのはあまりにも近くに来たら分かりますよね。この道は何だろう。おお、公園の中なのか。おお、いい道ですね。あ、これいいな。あ、すみません。すみません。あ、TX から。おお、いいですね。知識。しかも読み上げ鳴らしながらだったからな、大音量で。パラパラ、あ、そんなもんですか、まだ。そう、オタクくんですか、あなたはオタクですか。ああいうはオタク、ああいうアンか。下の方行ってみようかな。あ、下の方ダメか、ダメだ。あ、名古屋通り過ぎましたか。よいしょ、こっち行ったら行き止まりだ。あなたはあれなの、オタクなの。読み上げ結構響いてますよ。あ、ガチョウがいる、あそこ。ですね、お母さんとお子さんがあのガチョウに囲まれてる。やばい、逃げろ逃げろ。しかも後ずさってる。あれ、お姉さんと小さな子供かな。やばい、早く逃げろ。あの背中見せないように、あの交代しながら。あ、なんかガワーとか言われてる。てかあれ見たいな、やっぱ下降りるか。あと荷物は捨てて取り戻らないようにしなきゃダメだ。自転車で行ってみたい、あれ見たい。そう、クマ。あ、無事逃げおせたみたいだ。逃げおした。サイバーポリス出動ら、ガチョウの群れに突入します。またおばさんに睨まれる。睨まれる？睨まれたって。ガチョウに紛れて、次の標的になろう。次の標的に。どんと来い。とか、わら、なんだ残念。ガチョウの群れ。残念っていうのは逃げおせたことは。なんか盛大に大騒ぎしてるな。待て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 。
なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、白い白い足太い、ヒグマの事件かよ。あと目の位置が、目の位置高い、高い、ラフラフ、地上ガチョウの顔とフォアグラ、かわいいね。ガチョウも逃げる、かわいいけど顔はそんなにかわいげ実はないんですよね。ニルスの不思議な旅、ニルス、ニルスのやつはこれだっけ、目がちょっと緑色なんだな、てか 青緑か、ガワガワ、やたら騒がしいですね。来た来た。この鳴き声。歩く歩く。ニルスに。ニルスも相当古い世代ですよね。高層デコボコなんですよね。可愛いですね。もっと好きです。さっきあの並んで歩いてきたのめちゃくちゃ可愛かったんだけどな。自転車、空も飛べる。なんでこんな鳴くんですかね。何のコミュニケーションなんだろう。うん、色違うの、これ昨日雨引き観音で見たやつと同じ種類ですね、多分。あの時のやつの方がでかかったけど、時間か、カメラ向けると餌と勘違いしてるな、これ。はあ、はあ、いやられっ子、特に毛は抜けてないから大丈夫だと思います。ガチョウ、いやどうだろう、アヒルの、あれ、ガチョウ、アヒル、どっちの料理聞いたことあるんだっけ。柿の種あげない、あげない、あの喉に詰まらせる危険性が高いです。というわけでガチョウ堪能しました。ガチョウ障害、撫でるとどうだろう、撫でるとさすがにあの食われるんじゃないかな、てめえ何しやがるって感じで。ガチョウ、あ、ガチョウ料理だったかな。テンション下げろって指し示テンション下げろ。これカルガモにしちゃちょっと小さく見えるな。カルガモいっぱいいますね。ガチョウとアヒル、これどっち、これ多分ガチョウの方だと思うんですけどね。これがガチョウクラブか、ガチョウクラブ。で細かく砕いて柿の種、あ、結局やっぱ行き止まりか、上に戻らなきゃダメだな。ガチョウは2つより、アヒル隊長、モルテンはガチョウの胃の中に収まりました。あ、モルテンだっけ、ニュースのやつは。ブルシコウモルサー、ガチョウ、ガチョウ、んシャツの中で飼いたい、こっち行けるかな、行ってみるか。鳥博士、カルガモ、カルガモ、なんかカルガモがちょっと小さかった。結局神奈川まだ雨降ってない。あ、まだですか。どうだろう。まあ線路沿いに様子見しながら。GoPro によりも優れた動画約。GoPro、あれはですね。神奈川フルフル詐欺かよ。GoPro の。GoPro よりも電池が持たないのと。神奈川だけど滑るなよ、山系診断だったな。ここ道じゃないだろ、ここ道じゃないっぽいな。上上がるか、絶対に滑るなよ。でも綺麗ですよね、ここ多分遊歩道ではあるんだろうけど。ゲイカモと夏ドメカモの2列がある、うん、落ちたら下まで。夏なんとかガモ、悪化隊長、電池が持たないってのは致命的だね。致命的、あと給電しながらあの撮影できるかどうかわかんないんですよね。なんでここ走る。あと重量的にはあの GoPro はハウジングまで含めると GoPro の方が重いけど、私が今やってるハウジングなしで裸マウント状態だとこっちの方が軽いんですよ。あとあのソニーのやつは、ソニーのあのちょんまげマウントはモヒカンマウントみたいで、あの高さは絶対ない。うん、いないと。いや、昨日の夜ちゃんと予約したから、タイムシフト予約してから外行ってくださいよ。外行ってもらうのが本当はこの放送の目的なので。でもやっぱりあのキャラクターで、私自身のキャラクターで、あのなんか面白がられてるっていうところがあるのがありがたくあるけども、
多いんじゃないですよね。ちょっとうるさいこと言ってみるテスト。テスト。お、モコバス。モコバス可愛いな。ああ取れなかった。さっきのつくばすよりも小さいモコバスっていうのが走っていきました。小さいな。モコ道下は行けたな。モコバスモコバス走りたいけど落ち車でリハなかです。あ、リハビリ。自転車旅行しないの？ん、自転車旅行しないの？いや、一応してるつもり。え、あ、モリアのがモコバスなんですか。どんどん走ってもらうのが好きだけどね。どんどん走り。モコミバス、ヤマト運輸ネコバス、自転車旅行のオフ会しないの？旅行のオフ会か。旅行のオフ会って面白いというか、なんかいじられてるのはよくわかってるんですよ。まあでも、あのニコ生のいわゆる、あとこれ企画じゃなくて本当に自分が楽しんでやってることを見せたいだけなんですよね。あの放送ネタにならない場合は放送せずに走ってるんで。あと電波がないとことか、あくまで私は自転車旅行側の人間ですから。多分筑波の森って人工的なのか。筑波の森、あ、この近くにあるんですかね。楽しく見えますよ。実際放送しながらだと余計にあの楽しいこと拾えるってのがあるかな。もうそう。サイバー側の人間でしょ。サイバー側。うん。最近ほぼ毎週じゃなかったんですよ。配信してないときはやっぱ走ってないです。走ると大体配信で見せたくなるんで。ん？交流がお金？うん。特部の森、TKB。エアコメ読んで。あの GoPro だけで録画してる時もブツブツ言ってますよ一応。あの黙ってる時間が多いけど、一人でなんかエア放送で練習してるっていう人もいたな。なんか青いパトライトのパトカーが受賞。いやでも GoPro はその動画に向かって喋ってるつもりなんですよ。もういいや。あ、どっかで右行かないと。コメント聞いてると多少やっぱりあの注意力は散漫になってるので、それは自覚してるんですよ。だから事故ったらもう言い訳できないと思ってるんで、普段よりは気をつけるようにしてます。エアコメに。この道で今西に向かってるんじゃないかな。うん、西に向かってますね。事故歴は自爆したことが1回。放送事故でも、で、あのデータが流れてこない事故はあまりですよね。ちょっと戻るように右に行かないとしばらく川渡れないです。川、あ、本当に。この先になんか渡れるところはないですか。万博記念公園駅目指してました。そういえば忘れかけてたけど、ちょっと待ってください。この先で渡れますよね。で、万博記念公園駅まで、あ、行ける行ける。途中ちょっとなんか出っ張りがあるな。これのすぐ先にこの右手の川渡る橋があるみたいで。袋工事？この1年で一番思い入れのある放送は何でしょうか？ん？放送？あ、自分がいた中で。あ、いや、ファスナーが壊れただけで戻りはなかった。ファスナーが壊れたことありましたね。第一村人は発見できた。そこで渡れますね。下の用水路に小魚いないか見てみてよ。誰目線を惑わすリスナー、わらわら、初見。あ、初見さんいらっしゃいました。ツイキサだ。画面が動かない。自転車にナビつけてんのか。自転車にナビつけてます。なんかよろしいですよ。川渡ったらすぐ左折です。あ、左折にもなんか2つ分岐があって、どっちだろう。ちょっと止まってからチェックする。こんなとこ信号ない方がいいね。信号。ロボさんの指示。風対策、これはですね、今あのマイクについてる純正の風防だけなんですよ。 AT9904 だったかな、片名が。雨はいつ来るか分かりません。趣のある方、 OK、 一目見て分かった。それだ。ん？これだこれだ、絶対こっち。ナビ音声。でも実際このゆっくり声はアクエストークっていう、あれアクエスト社なんでしたっけ、やってるところは、出してるところは。
ボーカロイドみたいに人の声をサンプリングして作った声じゃなくて、パラメータいじって純粋に人工的に作った声らしいですね。この声、読み上げの。サラメシ、昼飯。あれちょっと目を離してる隙にど田舎に。いい感じのど田舎でございます。まあど田舎ってことはないな。こんなまだ全然昼飯まだ考えてないです。左予定ルート変更してるの？予定ルートは変更しました。霞ヶ浦には行きません。タイトルに堂々と霞ヶ浦って書いてありますが、予定ルートも書いてありますが、それは嘘です。申し訳ないが嘘です。選挙みんなボット。こっちだな。あ、あれ線路かな。タイトル詐欺です。そう、本当にタイトル詐欺です。申し訳ない。万博記念公園駅はまあ見ていこうかなと。何が綺麗になった？あ、そうそう、オーディオテクニカ。昨日もタイトル詐欺でしたね。そういや、止まりませんで。あ、疲れてる。今日は本当止まりませんから。いや、研究学園駅じゃなくて、スズメ。まだ泳げるレベルじゃないですけど。泳げる。でも今日、筑波大学のあそこのプールでもう泳いでましたね。何で行かない？どれが駅？止まりません、勝ちまでは。勝ちまでは。そろそろ、浦野さん目指して竜巻が発生することです。目指すな、目指すな。霞ヶ浦はどうだろう？研究学園駅はですね、寄ってはいないんですよ。駅には近くは通ったけど、確か駅も写真は撮ってないはず。マンションの、え、あれ、マイクはオーディオ USB アダプター、1000円ぐらいだったかな、のやつを。ギアチェンジあまりしないですね。立ちこぎでごまかしてしまうことが多いので。で、どれが駅なんでしょうかね。今は水質汚染で護岸工事中のはずだが、左側のマンション駅、入居者募集中、2棟のマンション前で測定してみてください。測定ですか。ちょっと待って、どこから入んないんだこれ。その辺りからかな。筑波万博行ったな。あと映像どのぐらいコマ数出てますかね。 FMLE じゃなくなってますけど。シングルギア買った方がいいよ。シングルギア、うーん、でも峠登るからな。うん、シベルト、また放射能ネタかよ。またかよ。これか。今の状態は、若干軽めかな。初期のですね。モリアには何があるか分かりません。行ってみないと。ああ、霞ヶ浦ですか。ああ、万博だ。いかにも万博な感じ。マリンのハミルトン29エアとかシングルでローギアに変速もできいから。太郎ですね。反対側じゃないと FME ダメなの。モリアにあるのは FME が、あの途中からよくエラーになって繋がらなくなるんですよ。岡本太郎的なオブジェだ。太郎オブジェだ。お、特殊で買えるんですか TX。 岡本、あーっと、どうだろう。岡本太郎さんの像、岡本太郎、どこまで進んでるかによって万博は何線で帰るか分かんないんですけどね。見事な陣形だな。陣形、そう。爆発するのか。万博、つくばエクスプレス沿線地域の発展を、ちょっと待てよ。科学万博つくば85年を記念して岡本太郎氏により制作され、万博会場内に設置されたものです。2005年につくばエクスプレス開業を契機に沿線地域の発展を記念して、ん、2005年のつくばエクスプレス開業ってことは、やっぱり10年前に来た時はこの線路なかったんだ。でこっちは、これも太郎岡本。月光館、たけしのモノマネが見たい。たけしのモノマネ、今日の芸術。岡本太郎のモノマネってことかな。怖いドラえもん、メガネっぽいですね。つくばば万博、ちょっとかわいい。この口のところはこれ水抜き穴あるのかな、ちゃんと。あるある、ちゃんと穴開けてある。青いのびふとし、のびふとし。岡本太郎は毎日爆発していきたいと言っていたらしい。爆発していきたい。あ、爆発しながら行きたいってことか。ちょっとこういう静かなとこ撮るときにはやっぱり棒読みでかいな。タイトルは少し下げよう。これタイトルは万
タイトルはどこ？伸びたのびたでかけたドラちゃん。特に書いてないよな。筑波広しに帰った。もうあっちにもある。で名前やっぱ書いてないですね。こっちは白いやつ。ドラえもんとのびふとしの融合物。こっちはあの太陽っぽいですね。私は現代美術とよくわからないんです。そうやって過去の美術がわかるかっていうと実はそれもわからない。未来のやつは今後わかるのかもしれない。これもあの太陽の塔とかと同じも、真ん中にニョロッとしたのがあって、で白目の目があって同じ感じですよね。微生物、ああ、そうダイナミックっていうのは本当にそういうことですよね。爆発だし。お、さすがに裏側に黒い太陽があったりはしないんだな。芸術家が。今川、だいぶこれで音量小さくしました。なんか押して向こうに行くか。蝶みたいなのいいですね。武装北沖？うん。小さくしてもまだ聞こえてますけどね。私もよくわかりませんが、でもかっこいいっていう感じはする。本当に新しい駅ですね。今降ってきたらここから帰る。で反対側が表側なのかな。といっても店とか店ないな。スパイクスプレスは2005年に開業だそうです。まだこれからって感じですね。まだ街ができてから数年しか経ってないんだろうし。あ、なんか、ああ、今入線してるけど見えないな、下からだと。スイカどうだろう。新しいから使えるようなイメージがあるけどどうでしょう。イエス、ここの辺りはつくばです。雨なんだ。見えないですね。ちょっとじゃあ雨雲じゃなくて雨レーダーチェック。ん？折りたたむ？あ、袖ヶ浦に雨来てるけどこっちには来てないな。でもすごいでかい雨の塊が八王子に来てますね。もう学園都市。あ、さ、今日朝寄ってきたとこですね。でこっから守谷に行くにはさっきの道に戻ってまた南下して緑の駅っていうのが次ありますね。休日の名前みたいな駅だな。でそっから先は難しいな。どう行きゃいいんだこれ。次の緑の駅から先が難しい。ん？ベンチの人、ああそれっぽいですね。それか西側の道行ったらいいのかな。はい。ナビ、なんか道がややこしいですね。流山ってどこですかね。まあとりあえず次の緑の駅に向かいます。東側ですか。あ、東側に戻るってことですよね。うん、戻って、あ、そうだ、あ、終われそう。とりあえず差し入れいただきます。ゴルフ場の中、千葉やっとこれ輪ゴムの方がいいな。あ、柿、うん、差し入れて今朝いただきました。放送直前に。ん？ステーションショップ、万博記念公園駅店がこれのこと。これがステーションショップ。
ですね、自販機とあとニュースの新聞販売機のニュースくんっていうのがあります。ニュースくん、あとこの1日っていうのはこれタイムラグが1日じゃなくて7月1日の1日の1日ですよね。デイリースポーツ、日刊スポーツならありますが、店信号、山が内体、あ、ないとタイム、あ、くしゃみでなかった。ん、昨夜の何が、じゃあ音量上げるか。マックスコーヒーですか。あ、トイレも新しいから立派ですね。これです。これで 53% の音量。